久しぶりだな、親愛なるパートナー殿。しばらく任務を遂行していたせいでお前に会う機会がなくて実に残念だった。子供たちもいるし、仕方のないこととはいえ悪かったな。どうか許してくれ。幸い子供たちは元気にしているぞ。心配しながら暮らす日々を送らずに済むようになってからみるみる明るくなった。そういえば先日あの子たちがこそこそと何かを企んでいることに気づいてな。空のような正直者でさえ言葉を濁すようになったんだが、どうせ私の誕生日会だろう。しかしあの子たちが必死に隠そうとしている姿を見て、やはり気づいてないふりをしておくことにした。誕生日といえば祝福とプレゼントをありがとう。ラインヘッセンのリースリングワイン、私の口に合う珍しい酒を手に入れてくれたことに礼を言うよ。ところで先日任務中にとても特徴的なコップを手に入れ、お前に渡そうと思ってたんだ。今までのスケジュールを思い返すと、私もそろそろ休んでいい頃合いだな。またいつもの場所で会おう、ナターシャ。